第34回帯城下祭り行事参加者を募集します。帯城下祭り目玉の一つであるシチューパレードの参加者を募集します。シチューパレードは10月16日日曜日12時から15時50分まで行われます。シチューパレードに参加していただく女武者を募集します。申し込み資格は15歳以上で乗馬を体験したい方です。選考方法は書類選考の上1名とします。履歴書には身長・体重を記入してください。決定後は乗馬練習を1回程度実施します。小村寺太郎公没後100年記念として小村寺太郎公仮装パレードに参加しませんか。募集人数は20人でベストパフォーマンス賞などの賞金があります。シチューパレードに参加していただく体験少年少女武者行列の参加者を先着20人を募集します。参加できるのは市内外を問わず小学生の男女です。パレードに関する申し込み方法は帯城下祭り協賛会事務局備え付けの申し込み用紙に記入の上9月9日金曜日までに郵送またはご持参ください。